12月4日、掛川市である組織の結成式が行われました。高校生ドローン防災航空隊員を委嘱いたします。任期は高校卒業までであります。掛川市の久保田市長から委嘱書を受け取るのは高校生ドローン防災航空隊の隊員です。第1期生には市内4つの高校から2人ずつ8人が志願しました。私は災害が起こった時に多くの命を助けられるよう今できることをしっかりと行い成長していきたいと思います。遡ること4ヶ月前、ドローン防災航空隊の結成に向け、高校生たちの活動は始まっていました。夏休みを利用して、高校生たちは経験豊富な建設業の講師に教えてもらい、飛行許可申請に必要な10時間以上の操縦訓練を積み重ねていきます。防災に特化したドローンの高校生組織は全国的にも珍しく、県内では初めてです。掛川市がドローン4機の購入や講習費用など事業費およそ150万円をかけて行いました。高校生が防災に興味を持っていただいて地域の活動にですね参加をしていただければということで、そういったことを期待しております。隊員たちの主な役割は、災害が発生した際に広域避難所となる高校周辺の被害状況をドローンによって広範囲に撮影し、写真や映像を市の災害対策本部へ報告すること、災害対応の効率化を図る重要な任務です。災害現場でのドローンの導入が進んだのは2014年に広島県で起きた大規模な土砂災害や御嶽山の噴火が契機となりました。県内でも去年7月、熱海市で発生した土石流災害で初動の状況把握に生かされました。まず自分は消防や警察を目指しておりまして、市民の皆さんに少しでも貢献できたり、自分の中でいいこの経験になるのかなと思って、志望いたしました。やっぱり繊細な操作とかもかなり難しいですね。地震とかのそういう心配も大きいんで、そういう時に役立てるようにやってと思いますね。掛川西高校の三沢日和さん、以前から地域との関わりやボランティア、防災に関心を持っていて今回志願しました。自分の中にまだある可能性だとかをどんどんチャレンジして出していって、地域のために役立てたらいいかなというふうに思っています。講習では航空法やドローンの仕組み、飛ばすための気象条件も学んだほか、ドローンを同じ高さで保ちながらの円を描く飛行や八の字飛行などの操縦技術を習得します。よし、よし、よし。なるべくセンターにヘリポートを入れながら、そう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 、OK、すごくうまいです逆にびっくりするぐらい。高校生の飲み込みの速さに講師も感心していました。羽がちゃんとついているか、そういったところを確認ながら、本日実際に飛ばして撮影の方、写真と動画の方を撮影をしていただく事前訓練という形で行いたいと思います。飛行許可申請を受けた隊員たちはより実践に近い場所に移し、上空50メートルまで機体を上昇させていきます。写真や映像撮影も学び、さらなる操縦技術を高めていきました。
地域防災訓練まで2週間を切ったこの日、土砂災害警戒区域の方は東側に多くあります。こちらの方を実際に飛行しまして、そちらを撮影して東高校のグラウンド付近に戻ってきて、その後に報告する。高校生たちの隊員としての初任務を成功させようと、職員たちも念入りに動きや流れを最終確認していました。地域防災訓練当日、高校生たちは無事任務を果たせるのでしょうか。地震が発生し、掛川東高校東側において土砂崩れが発生した模様。それでは訓練に入ります。バレー。土砂崩れが起きたという想定で訓練は始まり、隊員たちは一人ずつドローンを飛ばしていきます。上空から山の周辺の被害状況を撮影し、市の災害対策本部に映像を送信するのが今回の任務。久保田市長も視察に訪れ、隊員たちに注目します。若い世代がこの防災というものに、ね、関心を持っていただいて、でそれで参加してくれるっていうのはすごく、ちょっと大げさになるかもしれないけど、掛川市全体の、ね、防災力の底上げになるのかなって思ってます。三沢さんの出番が回ってきました。飛行する前に安全の点検をしております。左右前後、旋回そちらの方を確認しています。この日はやや風がありましたが、上空40メートルまで機体を上昇、目的地まで飛行させて撮影します。これまでの訓練の成果を発揮して無事に任務を務めることができました。無事に、自分で考えて行動して操作して帰ってこれたので、すごい良かったなと思います。最初はやっぱり触ったこともなかったので不安の方が大きかったんですけど、今はその自信とかもつきましたし、不安よりかはその自分の任務に対しての気持ちの方が強くあります。他の隊員たちも防災に対する意識を高め、やりがいを感じている様子でした。やってやるぞという気持ちになりました。高校生という若い力として、この掛川市に災害が起きた場合に少しでも力になれたら、未来何かに役立つなら、自分ができることを一生懸命やりたいと思います。いよいよ本格始動した高校生ドローン防災航空隊。平常時には土砂災害警戒区域を撮影して市民に公開するなど、地域の防災力向上に向けて活躍の場を広げていきます。